かつて札幌ビールのホップ園があった札幌市豊平区の西岡で地元産のホップを使った地ビールが完成しました。ホップステップビール乾杯。昨日札幌で開かれた地ビールの完成お披露目会です。会場で振る舞われたのは札幌市豊平区の西岡商工振興会などで作るプロジェクトチームが開発したその名も西岡水源地通りビールです。飲んだ瞬間は香ばしい麦の味が広がるんですが、後味はほんのり甘くてすっきりしててとても飲みやすいです。西岡にはかつて札幌ビールのホップ園があったほか、歴史のある西岡水源地があり、地ビールで地域を盛り上げようと地元産のホップを使い、およそ1年かけて完成させました。西岡ってすごく縦長広域でつながりにくいんですけれども、そこをビールというものを通して人や物やイベントっていうのをつなげたいっていうふうな思いがあって作りました。ビールの美しい琥珀色は地域を象徴する水源地通りが夕焼けに染まった風景をイメージ。水源地通りのように人と人をつなぎ地域全体を盛り上げたいという願いが込められています。結構重厚感があって飲みやすくて美味しいビールだと思います。知らなかったし、でも応援したいなと思います。80年住んでます。ホテルの地ビールもすごかったけど、これもまたとってもいいです。飲めないから酔っちゃって弱い。地ビールを開発したプロジェクトチームは今後もビールの製造を続け、来年以降の販売を目指しています。